今朝のコメンテーターはクレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト藍田拓司さんです藍田さんおはようございますよろしくお願いいたします今年も残すところあと一ヶ月とそうですね一ヶ月ですね今年最後の視線になりますあそうですか早いですねいやいや早いですねそうですか今年はじゃあ聞いといたがいつどんな年だったですかまあ今年はあのコロナがゴルイになって初めてしばらくぶりに あの仕事が普通の状況に戻りましたんでね。ええ、なんか短く感じましたね。あの普通の状況というのはリモートが。まリモートが対面が増えたり、まあ海外出張も増えたり。あ、あいろいろ今年はありも、普通に戻りましたね。はい。そうだ。海外出張でね。あのこの番組に出演していただくために、ちょっと余裕持ったはずが。そうですね。アクシデントに。ギリギリな。ギリギリになったってなりましたね。はい。い。いや、そうか。そういう意味でもね、今年は何かこう思い出の。 確かに言われてみればイ類になったの今年ですもんね、はい、まだ5月、ね、連休明けですからね、草野球は影響なかかったんですか、えー、やはりあのコロナの時には<え>、えー、縮小してやってましたけどね、今年からは普通に始まりました、ねえー、野球の時ってマスクしてやってたんですか ベンチの時にはしてくださいとこまめにねあと声は出さないでくださいとじゃ拍手ですか拍手拍手でしたねだってそこに「おーい!」とかなんてこうねできないできないできないんだいんもうダメなんですかプレー中は仕方ないですよね危ない時もあるので声かけ合えないと指示をねできないときあるのでやっぱりじゃあ変わってたんですね変わってましたねいや私もお相撲が好きでねよくテレビ中継とか見てましたけれどもそれまではもう声出しちゃダメだからやはり国技館とか各ね この地方場所も含めてですけどもこの「なんとか!」みたいなねこの力士の掛け声っていうのはもう一つの風物詩というか何かパワーにもなるって言われてる中で拍手しかなかったからなんかか寂しかったですもんねそうですねそれが五類がになってですねそして今に至るということですであっという間にこの2023年も残すところあと1か月を切ったと。これまああの今年最後の ご登場ということで聞きますが、あの例えば相田家のというか、相田さんの年末年始、お正月なんて、何か決まったものはあるんですか特特別ものは特にないんですよね スポーツ、箱根駅伝を見たり、スポーツがありますからね、えー、まあそういうのを見たりして、その一家ですから、お父さんが、ねはい、ヤクルトのピッチャーだったし、あと親戚が力士がいたりとか、はい、あとね、あの娘さんなんかも陸上やってたりだとか、はい、あとあの、ご兄弟もだ、はいも <laughs> プロ野球選手。はい だったわけですからね、はい、はい。さてそのプロ野球ですが楽天後輩選手へのパワハラ行為が訴えられていた安楽投手27歳を自由契約とすると発表しましたえ今日公示される保留選手名簿から外し来シーズン以降の契約を結ばない方針で事実上の解雇となりますえパワハラ行為について概ね事実を認めたことから厳しい処分が下されました安楽投手については 複数の選手らが取材に対し、ロッカールーム内で若手の下着を脱がして下半身を露出させたり、食事の誘いを断った後輩に深夜にしつこく電話をかけたりする行為があったと証言。 今回球団,やあ球団が選手やスタッフらおよそ100人を対象に行ったアンケートでおよそ10人が直接被害を訴え被害を見たり聞いたりしている人数が40人ほどに上ったといいます、まあ、事実上の解雇という処分なんですがこれは相田さんはどう受け止めてますか、はいえーまあ、やはり、まあ、直接被害を受けた、まあ、10人の選手へのケアという意味でも、まあえー、球団は、えーまあ、厳しい、まあ、態度をしなければいけないというところがありますけれどもやはりこういう、えー パワハラ体質が球団にあるということは、やはり若手選手が集まらないと、楽天にはいかないというまあドラフト会議でも、まあ、ある意味で拒否が <laughs> されてしまうリスクもありますのでそうです、ねまあ、ある意味です、えー、若手選手が伸び伸びとプレーできるという、やはりイメージを取り戻さないといけないと考えているんだと思います、はいはい、まあ噂っていうのもありますしね、はいえー、あと誰かにね、それこそ,その関係者にどうでしょうなんて言って、はい、正直な方はね、うちこういうのがあるんだよみたいにね、言われていたとして、はい たら、やはりそこはいやじゃ,じゃあやめとこうかなっていう。そうですね。はい、なりますもんね。まあ、そういうこのまあ、海を出したという感じになります。で、元プロ野球選手で解説者の金村氏は今回のパワハラ行為について、いい年して幼稚というか、ちょっと本当なのかなと思うぐらいでしたが、球団は認めましたからねと述べています。えー、金村氏もこの現役当人ですね。外国人選手にえ靴紐に火をつけられるなど。 イカ的な行為は昔からあったと明かしましたまあ、ただやられた方が球団に SOS を出すのは初めて聞きましたねと驚きが隠せない様子だったと言いますまあ、あのちゃんとした先輩がいたらこれはやめんかいと言えるけれど、えー、おそらくいない時にやっている、まあ、こう推測もしているようなんですがこの辺りどうなんでしょうねまあそうですね、えー、まあ先輩がいればまあ止めたのかもしれませんけれども、はい、まあ若手選手もまあ一緒に 面白がってなかったかというところがまや反省すべき点は。 あのかもしれないですね、えーはいまあ、これはね、このどの年齢というか、まあ、いじめ、えー、といたずらの、はい、このじゃあ、境、どこで決めるんだっていうところにもつながりますし、はい、そして相田さんの弟さんであるユウさんは、ですね巨人の編成本部、ファームディレクター、お務めですが、これ、どうですか、うん安楽投手、巨人が獲得するなんてことは。 ありえますか。うん、まあかわかりますよ。これは全くわからない。わかりこれ全くわからないですけどね。<laughs> う,えー、うん。はい。まあ中田選手がまあ暴力の問題を起こした中田選手がまあ,あ巨人に移籍するというのはありましたけれどもね。はい、まあこれは本人がしっかり反省しなければいけないところだと思いますね。はい、そうですね。はい。え一方ですね、強制成功等の疑いで書類送検され不起訴処分となった山川選手、え、うん、西部から FA 権を行使してソフトバンクが獲得に乗り出す。 出したわけですが球団社長は、えー、議論がされそうなテー,にテーマについては会社として調査しないといけないと言及しました、えー、3度のホームラン王に輝いた右の大砲補強ポイントと合致する一方で今シーズン不祥事により西部から無期限の公式戦出場停止処分これを課されました、えー、推定4年総額20億円のこの規模の条件これを提示する模様で、えー、慎重に動きを進めていくとい とということなんですがこの動きは相田山川選手も、まあ、いかにチームに貢献する選手になるのか、はい、または若手の、えー、模範となるような、はい、まあ選手となるのか、えー、まあそういう意識を持って、まあ、しっかりやっていかないと、ま,あ、また批判がされますから、しっかりやってもらいたいいたと思います十、ね、二、えーまあ、分に反省をして、はいはい、でそれをこう今後の行動で示していくしかないですもんね。はい、はい 今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク jocr ドットネット xq ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時9分です。文化放送おはようてらちゃん今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時12分です。 おはよテラちゃん、今朝のコメンテーターはクレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト、相田拓司さんですニュースピッックアップこちら読売新聞、自民党の税制調査会長、防衛増税2025年か26年に開始。 自民党税制調査会宮沢会長は昨日防衛力強化のための増税の開始時期について、2025年か26年のいずれかになるという考えを明らかにしました。 年末に向けて時期や詳細をを決めることを幹部会合で確認しましまたただ公明党や自民党の一部には開始時期の議論に踏み込むべきではないという意見があり調整は難航しそうだと読売新聞には出ています。 自民党税制調査会、宮沢会長は、税調幹部の会合後、2025年から3年間と、26年から2年間という選択肢しかないと記者団に話しました。また、宮沢会長は、増税の対象となるタバコメーカーなどを念頭に、予見可能性という意味もあり、年末に決めるべきだと改めて強調しました。 税調の幹部から異論は出なかったといいます一方公明党税制調査会西田会長は昨日防衛増税の開始時期について今年決められないのではないかと話しました 政府が来年1人当たり4万円の定額減税を実施することを踏まえ政権がどちらに向かっているのか分かりやすく発信することが大事だと強調しました自民党の一部からも定額減税との整合性を疑問視する声や2026年以降への先送り論が出ています宮沢税制調査会長の防衛増税の開始時期に関するこの発言ですがこれは相田さんどう受け止めますか はい、えー、防衛増税を決めたと、ま、時には、ええま、景気回復による税収の増加は安定的ではないので、財源にできないと否定されていました、はいま、しかし、ま、岸田、えーま、首相は、ま、税収の増加を所得減税という形で還元するという方針をして、ま、税収の増加は財源できるという形に変わってきているので、はいええま、これから景気が回復をして、ま、税収が増加していけば、ま、来年の末ぐらいには、 あ、防衛増税は実はいりませんでした、はい。という形に落ち着くことも十分あり得るんじゃないかと思います。ええ。まあ、そのためには、だから早く景気回復を。しっかりとするというところですね。まあ、でも、こういうふうに、まあ、岸田総理が発言したものに関して、まあ。これは、その、宮沢会長としては、税制調査会の会長の立場で。発言したんでしょうけど。台無しですよね。そうですね。台無なしですね。ええ、はい。まあ、税収の増加が景気回復に。よ ものであればこれは安定的ではないので、はいはい 税あの財源できないという前提で、ええ、この税制の議論がされているというのは時代遅れなので、ええ、まあここは岸田さんも前に進んだわけですから、ええ、まあ税制調査会も前に進んで、はい、もう少し柔軟に考えるべきだとは思いますまあ岸田政権、バラバラ感が否めませんもんね自民、公明両党は昨日開いた与党税制協議会で来年度の税制改正の主要項目について意見交換しましたがえ防衛増税以外

この廃止縮小に否定的ですえ公明党、西田税制調査会長は異次元の少子化対策で児童手当の拡充を思い切って でしている税制としても一貫したメッセージを発信すべきだと説明しましたえ。扶養控除の見直しをめぐるこの意見の隔たりですが、これは相田さんはどうお感じですか。はい、この一貫したメッセージを発信すべきだというのはまあその通りでして、うん、まあ岸田政権の、えー、まあ支持率がまあ低いのはやはりメッセージが一貫していないと、はい、やはり減税をやっ 増税の方針が動いていたり、えー、まあ手当を増加したとしても、はい、まあこういう、えーまあ、控除の廃止が出てきたりと、はい、まあ一貫したメッセージがないことが岸田、えー、政権の政策がなかなか国民に理解されないわけですから、うんはい、やはり、まあ、振り切れる必要がありますよね振り切れて、えー、まあ一貫したメッセージで、えーまあ、政策を前に進めている、えーまあ、形を国民に見せる必要があるんじゃないかと思います。はい 続いてはこちら読売新聞トリガー条項の凍結解除をめぐる調整に着手自民、公明、国民民主が協議。 自民党公明党国民民主党の政調会長は昨日会談しガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除をめぐる調整に着手しました凍結を解除した場合地方の税収が減るなどの課税があ課題があることを踏まえ実務者を交えて協議を行うことを確認しています会談後自民党萩生田政調会長は凍結解除についてやるかやらないかも含め3党で真摯 に協議すると記者団に話しましたトリガー条項ガソリンの価格の平均が3ヶ月連続で1ヶ月あたり160円を超えた場合に発動されて税率の暫定上乗せ分およそ25円を減税しますで3ヶ月続けて1リットルあたり130円を下回るまで続ける仕組みです東日本大震災の復興財源確保のため現在はこれが凍結されているんですねで発動すると 価格が下がが下りりまますす国とと地方を合わせて1兆5000億円の税収減となりますえ凍結解除によってえ価格下落を見越した買い控えあと価格上昇前の駆け込み需要が生じ流通現場が混乱するという、まあ、こういう指摘もあるんですが、まあ、このトリガー条項の凍結解除をめぐる動きこれは相田さん4月にまあガソリンなどのまあ補助金制度というのが終わることになってますので、はい、まあその後 まあトリガー条項でまあ補助を続けるある意味でまあ軽減を続けるとまあいうまあ方針なのかと思われます。はい、ただまあトリガー条項はまあ当然ながらまあ価格が下落したり上昇したりまあ不連続に価格が動いてしまうのがまあ混乱を生じるという見方もありますがまあ、はい、そうであればまあ消費税増税なんかできないはずですからまあそ,、ね、それはある意味で、はい、まあ意味のある反論ではないと思います。はい、時刻六時十九分です。 Yeah. <music> 時刻六時三十分です。おはよう、寺ちゃん。今朝のコメンテーターは、クレディ・アグリコル証券チーフ・エコノミスト・相田拓司さんです。食品メーカーで値上げ効果が拡大しています。値上げなどの価格改定による。今年四月から九月期の増益効果は、明治ホールディングスなど主要九社でおよそ千六十億円に達し。原材料高などのコストの増の影響を差し引いても。 420億円のプラスとなっています海外だけでなく国内でも値上げが浸透していて前の年の同じ時期は220億円のマイナスでしたが大幅に改善しましたコスト分を転嫁しやすいとされる海外に対してこれまで国内は小売各社の激しい競争などもあり値上げは通りにくかったんですが、まあ、浸透の兆しが見られるといいますこの価格転嫁の動きですが相田さんこれはどう どご覧になりますか。はい、えー、日本でも食料価格が大きくえー、上がっています。はい。 ただ、えーま、賃金の、えー、上昇が不十分ですから、えーえーま、家計はどんどん苦しくなっています。はい、まということは、ま、今後は5%値上げをしても、はい、買い控えが起こって、えー、購入数量が5%落ちてしまったら、<ー>これは減収になってしまうので、あ<ー>ま、来年以降は、ま、賃金上昇が大きくなければ、やはりこの食料の値上げというのは、はい、だんだんこうしにくくなっていくという展開になっていくと思います、はいはいまあ、値上げして売れなくなっちゃったら、元もこうないと、はい、企業が考えますもんね。でも ためてそのためにもだから来年ですよねまあ賃金アップ、はい、これがもう大前提ってことなんですね大前提ですそのために、はい、まあ景況よくするためにまあ政府日銀はまだまだ緩和的な政策を続ける必要があると思いますはい、はいえー、加えてこの財政的にももっともっとバックアップしていくというところですねす、はい、で一方この調査会社がですね今年の食品の値上げが三万二千三百九十五品目になるとの調査結果を 発表しました記録的な値上げラッシュとなった去年の25,768品目から大幅に拡大しました原材料価格の高騰や人手不足によるこの人件費の上昇を販売価格に転嫁できる動きが相次いだ からなんですね。で一方で先行きは落ち着きそうだと言います、えー。食品値上げの動きですけれども、相田さんこれはどうでしょうか。はい、えー。日本で値上げの動きが起こったのは、はい、まあ決して国内の需要が強かったわけではなくて、はい、輸入の価格ですね。はい、輸入品の価格が大きく上昇したのが理由です。はい、ただ足元は、えー、輸入物価は前年に比べて10%程度も落ちていますので、やはりまあ価格上昇の動きというのがだんだん落ち着いてくるんだと思います。 思います。はいで、まあそんな中なんですが、一部の小売店などでは逆に値下げに踏み切ってえ客を取り込もうとする動きもあります。まあ、これはあのプライベートブランドとかね。そういうものがよく売れているとまあ、ですから、品目を冷やしたりだとかまあ、そういうこのスーパーも結構増えてきたとは聞いておりますけれども。 このどうでしょう小売店などで逆に値下げに踏み切って客を取り込もうとする動きというのはこれはあまりよろしくないと考えてもいいですかはい、えー、まだデフレ脱却の局面ではないということだと思います、はい、家計は苦しいですから、えー、まあ当然企業が大量となる企業が値下げをすれば、えー、まあ競合他社から、うんえー、シェアを奪えると、はい、まあいう状況になってくると思いますはーはーえーえー、となるとまあ来年まあ賃金上昇が不十分で 例えば円高に来た場合には、輸入価格もっと落ちますから、円高還元セールという形で一気に値下げ競争が起こる可能性があるので、まだ日本はデフレに戻るか戻らないかの糸際にいるというまあ認識が必要です、そのためにも政府、日銀というのは、まだ日本経済の内需が強くないわけですから、利上げをして引き締めたりをせず、日本経済を刺激し続けるということが重要だと思います、はいはい、改めてお伺いします。まあ、日銀今ですね、まあ、ここののままこのまま ですよね、利上げをしないでといきます、はい、あとは政府はこれ今、どうすればいいですかやはり家計が苦しいわけですから、はい、まあ家計をまあ必死にまあ支えるようなまあ政策をまあしっかりやるべきで当然、増税ですとか社会保険料を引き上げまあ控除の縮小など家計に負担がかかるものはまあ数年間まある意味でえ凍結をすると。はいまあ ある意味で、まあ、<え>やるべきであると考えるのは消費税減税でしょうけれども、はい、これ、なかなか政的には難しいのであれば、ええ、まあそれ以外の部分でしっかり家計を支えるような、はい、まあ政策を続けることが必要だと思います、えー、そうですか、まあ、できれば本当は消費税がもうオールマイティに効果があると、ねはい、減税が、はいえー、言われてますけれどもうん、なかなか難しいんですけれはい、はい、また後ほどお話伺います。 時刻6時40分です。 今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト愛田拓司さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています鹿児島県屋久島沖で発生したアメリカ軍横田基地所属のオスプレイの墜落事故を受け防衛省は昨日アメリカ側に日本国内に配備するオスプレイについて事故の救難救助活動を除き安全性が確認されてから飛行するよう要請しました一方でアメリカ アメリカ軍のオスプレイは昨日も飛行していいると言います防衛省によりますと昨日午前8時に書面でアメリカ側に飛行中止を要請して以降も午後3時半までにアメリカ軍のオスプレイが沖縄県の普天間飛行場と金田ア カデナ飛行場で、えー、合わせて20回離着陸しているのが確認されました木原防衛大臣は昨日午後在日アメリカ軍の司令官と面会し改めて安全性を確認した上で飛行するよう申し入れましたまあ、事故後もオスプレイの飛行を継続しているということなんですけれども相田さんこれはどうお感じですかはい、えー。背景には、はいえー、オスプレイを使えずに輸送能力が低下をしますと、はい、まあ、離島の防衛、えー の隙を見せてしまうということになるのであ、はい、まあこれは安全保障上問題があるという判断があるんだと思います、えーはいえー、さて今度はイスラエルとハマスの問題ですイスラエルとイスラム主義組織ハマスは30日パレスチナ自治区ガザでの戦闘休止期間の再延長で合意しました仲介したカタール政府によりますと延長期間は1日で日本時間の今日12月1日の午後2 2時までとなります。11月24日に戦闘休止が始まってから2度目の延長ですが、再延長の発表は合意の期限切れ直前だったといいます、えー。合意に基づいて人質の解放も続く見通しではあります。 11月29日の深夜にはイスラエル人の人質10人が解放され引き換えにイスラエルで週監中のパレスチナ人30人が釈放されています。パレスチナ自治区ガザの情勢ですがこれはあ 相田さんどうご覧になりますか、はいえー、ハマスは、えー、戦闘の態勢を立て直したい、まあ、時間が欲しいと、はいえー、考えていると思われます一方、はい、イスラエルは、まあ、ハマスを一気に、まあ、殲滅をしたいと、はいまあ、考えているでしょうから、まあ、お互い利,、えー、利害が一致しないわけですので、えーまあ、両者の交渉だけではなかなか、まあ、停戦が長く続くというのは難しいのでやはりこう他国の、えー、周りの国の、えーまあ、介入が必要という状況なんだと思います。はいまあ、これまでイスラエルとガザ地区支配するです、ね、実行支配配すするる実 ハマス先月24日から戦闘を休止していまして29日までの6日間にハマス側がガザ地区で拘束していたイスラエル人と外国籍の人質合わせて97人を解放した一方でイスラエルも刑務所に収容していたパレスチナ人210人を釈放しています。でで、えー、戦闘休止の期期限限が迫った日日朝双方は期限を1日延長することで合意しイスラエル イスラエル軍は30日の夜ガザ地区で拘束されている人質のうち新たにイスラエル人2人が解放されたと発表しましたまあ、さらに追加で複数のイスラエル人の人質が解放されることになるとしていますまあ、こういうニュースが今一番新しい状況ではありますさあそれではですねここからは相田さんにこのテーマで話を聞きます 国債依存の補正予算成立。 政府は成立した今年度の補正予算で8兆8750億円の新規国債を増発して経済対策に活用します対策経費13兆1272億円のうち7割近くを国債に依存します新型コロナウイルス感染症に対応した2020年から22年度は経済対策で大型の補正予算を編成し20兆円を超える 新規国債の増発を続けました今回はそれよりは発行規模を圧縮したもののコロナ禍前の19年度の経済対策での発行額は4.4兆円で今回の半分でした。 まあ金利のある世界に戻りつつある中でえ国債残高を膨張させ続ければ利払い費が増えて財政の主に一段の悪化となる、まあ、こんな声も聞こえてくるんですけれども相田さん、このあたりはどう捉えてらっしゃいますか、はいえー、実質 GDP がコロナ前の2019年平均を上回りまして、はい、まあ経済が平時に戻ったので<え>まあ財政も平時に戻せという論調があります。し、はい、しかし、まあ、消費と設備投資を含 実質民間内需はまだコロナ前を2%程度も下回っていまして<ー>民間経済はまだ平時ではありません、はい、一方、ま、財政収支は GDP 比3%の赤字と、はいま、税収の大幅な増加もありましてすで<っ>、ま、に平時に近い水準に戻ってしまっています、はい、まということは民間経済を支えるため、ま、国債発行による財政支出は足りないくらいだと思います はい、はい、えー、まあ、このでも一方でこの財政悪化に歯止めがかからないという。まあ、この声が上がっているのはですねえ。経済対策の歳出規模がコロナ禍前の数兆円よりもなお大きいためと言われていますえー、コロナ禍前より経済対策の歳出規模がこの大きいというと、これは飯田さん、どう受け止めますか、はい、えー。民間経済がえコロナ前よりまだ弱いわけですから。はいえー、まあ経済対策の歳出規模がより大きくなるのはこれ当たり前だと思い。ます はい、まあ日本の需要不足 GDP ギャップといいますがこれがマイナスがほぼなくなったので大きな財政支出は必要ないという論調があります。し、まあ、しかし需要不足がなくなくりつつあるのは大きな外需に まあ支えられた結果です。はい、まあ日本経済はまあ輸出では需要不足がなくなっていますが、ええ、民間内需とは需要不足がまだ大きいというこう違うなまあ構造になってます。あはい、まあ民間内需を回復させるためにはまあ家計を支援するまあ大きな財政支出はまだ必要だと考えてます。はい。まあとにもかくにも民間の内需を、はい、え元に戻すそれ以上にするということが大事なわけですね。はい。そしてですねこの低金利であれば赤字国債や建設国 国債を増発してもまあ元利払い費が少なくて済みますが、長期金利の上昇が続くとより高い金利で借り換えが進むため国債費が膨らむことになる。まあこういう指摘も聞きます。えー、財務省によりますと10年もの国債の金利は去年12月の0.2%台から上昇基調にあると。えー、日銀がイールドカーブコントロールまあ YCC なんて言いますが、まあ、この超短金利操作の運用修正を重ね ているため と言われてますで、今年10月末には一時0.9%台と10年ぶりの高水準となりましたまあ、そうした中ですね内閣府の試算試しの計算によると国債費が29年度に30兆円を超す可能性があるということなんですがえー、まあ、この数字含めて相田さんこれはどう見ればいいんでしょう、はいえー、国債費という概念自体が、はい、まあ財政状況を把握する上で全く意味がありません、はい、えー、これ割の亡霊をまだ見ているから 国債費は、ま、過去の借金の返済である債務償還費と、はいえー、利払い費に分けられます、はいえー、財務省は過去に発行された国債は、ま、原則徹底借り換えていきまして、はい、税収で過去の借金を返済するえ形を取っていないことを認めています、はい、ま歳出が、ま、国債費によって膨張し、ま、税収の増加を大きく上回るという,こうワニの口の考え方は、うん、こう債務償還費を含んだもので間違いであったということがすでに明らかになっています。はい 利払い費だけで見ますと、まあ、29年度に11.4兆円と、はいまあ、23年度の8.5兆円からわずかにしかこう増加しません。はいまあ、GDP 費では 二十三年度が一点四パーセント、二十九年度が一点六パーセントとほとんど変わりませんから、もうワニの亡霊を使うのはこう不誠実なので、はい、もうやめた方が良いと思います。そうですか。はい。あのー、まあ六十年でね、はい、国際は還債しなきゃいけませんみたいな、はい、まあこんなルールがあたかも当然のようにこれまでは言われ続けてきたんですが、はいはい、このあたりはかなり払拭ができてるんですか。もう政治家の間では、はいはい、もう六十年償還ルール自体がもう機能し 実際には60年でまあ返すという形をとってるんだけれども実際には返すということをしていないで、はい、永遠にこう借り換えをしていくということが前提になっているということは財務省も認めてるわけです、はいえー。ということはそれを前提にやはり政策の議論をしなければいけないので、はい、まあこういう議論をするときに、まあ、あ債務償還費を含む国債費、はい、まあという議論をするのは やはりこうミスリーディングになります。そうなんですね。改めてお伺いします。まあ、これはあの相田さんが唱えているネットの資金需要というものがあります。はい、ま、これは財政収支。あと企業の貯蓄率。はい、まあこれを足してえー、そしてこう。計算するとマイナス5%くらい、はい、まあこれが。 一番いいといとう,うに安定的なこの成長をして、はい、今現時点でこれ見て日本の経済ですね、はいはい、どのくらいになってるんですか実はマイナス0.4%と、まあ、なくなってきてしまっているので<ー>だからこそ、はいえー、GDP 対3%程度の財政支出を含むこの経済対策が実施されて、はい、来年またネットの資金需要をマイナス3からマイナス5ぐらいに戻すことによって民間内需の力をまあ強くして、はい、来年のアメリカ経済の減速にまあ備えようというのが成長 戦略なんだと思います今までは企業の貯蓄率が示す景気動向がどうであれ政府は財政を黒字にしなきゃいけないという前提で動いていたのが問題で財政均衡ですね。ということは企業貯蓄率が示す景気の動向にある意味でどのぐらいの財政が必要かという相対的な議論に変えていかなければいけないということですね、これ、財政議論をもう少し進化させる必要があるんではないかと思います。この から相田さんが唱えているこの、まあ、推し機というか見方ですけどこれだいぶ浸透はしてきてるんですかえまあ徐々に浸透してき,、えー、きていますけれども、はい、まだこのプライマリーバランスの黒字化目標の次に来るより柔軟な、はい、えまあ財政の目標に関してはまだ議論が深まっていないのが事実だと思います,、はいすかえー、さて今回の補正予算ガソリンや灯油などの燃料価格の上昇を抑える補助金来年4月末まで延長する この経費もですね計上しています。まあ富裕層にも恩恵があってバラマキ色が強く賢い支出とは言えないというまあこんなこの指摘もあるんですが、まあ支援期間が来年4月末までで2年を超えるということになるんですが、これ打ち止めにする時期というのはなお見えない。えまだ見えないと思います。ということですね。はい。えはい。まあこれいろいろこのイギリスと比較したりだとか <はい S 1> で日本は結構これねえ引いてるじゃないかみたいな指摘もあるんですが。 はい、この辺りは実はイギリスも今、減税を検討し始めてますので、はい、あのイギリスでさえあのイギリスですら減税を考えてる、はいる日本は言わんやかという感じなんですね。以上ニュース最前線でした 時刻6時54分です。 今朝のコメンテーターはクレディ・アグリコル証券チーフ・エコノミスト愛田拓司さんです自民党の5つの派閥が政治資金パーティーの収入を過小記載したとして告発された問題安倍派が所属議員に収入の一部を還流させていた疑惑が浮上しました裏金作りとの批判が高まる可能性があり安倍派は議員への調査を進める方針です所属議員が販売ノルマを超えて集めた 分の収入を裏金として議員側にキックバックする運用を組織的に続けてきた疑いがあります裏金の総額は直近5年間で1億円を超えるという報道もあるんですが、まあ、この政治と金の問題です相田さんこれはどう感じですか、はいえー、まあ政治にはお金がまあかかるという現実問題にまあ対処するためにまあ政党助成金があるわけですので、はい、り政治とお金の流れというのはまあできるだけまあ透明にまあしていかなければいけない、はい、ということだと思います はいまあ、確かに政党助成金がなんでできたかって言ったらね。はい もうこのあたりしっかりしましょうよと、はい、そのために助成しますから、はい、っていうことだったのに政党、えー、助成金はもらうわ <laughs>、えー、集めたもののキックバックはあるわみたいなんだったらなんだよと有権者はやはり思いますもの、ねはい、で安倍派はですね党内最大派閥で所属議員99人に上りますで去年分のお収収報告書を2度にわたって訂正するなど不手際が目立ちます。告発されれた記載漏れの金額19 52万円、各派閥の200万から900万円台と比べ突出しています。 安倍派の塩野谷座長は政治資金パーティーについて割り当てということでパーティー券を販売してもらうことはある、まあ、こう述べて議員にノルマを課していたことは明らかにしていますでその上でノルマを超えてパーティー券を販売した議員に資金のキックバックがあったかどうかを問われるとあったと思うと語りましたでそのおよそ5時間後塩野谷氏は自らが官僚を認めた発言について事実 確認しておらず撤回したい、まあ、こういうふうに釈明して事実関係を精査するとこういうふうに繰り返しました、まあ、同じ日に5時間で一転して疑惑を否定したということですけど。 これ、相田さん、こ,のこういうことをすると、ますます疑念が生じてくるぞという感じがしますね。政治と、えー、えお金のまあ関係に関しては、国民がとても敏感なのは、はい、やはり税と社会保障を含めたまあ国民負担率がまあ大きく増加していると、はい、まあこれ35年で倍になってますから、はい、まあ国民の負担感が相当大きいので、えー、やはりお金の、えー、と政治のまあ関係に関しては、とても敏感になっているんだと思います。 いうのはほぼ不可能。 はいになるとは思います。確かにそうですね。いやだって増税とかこのね庶民有権者に言っておきながら自分たち金何これずるずるっぽいじゃないっていうそっちどうなってるんだよってなればやはりこの有権者の怒りっていう矛先はそこへ行きますものね。はい、えー。はい。まあそのあたりはあこの今後も注目ですね。さて一方こちら新党結成の動きです。国民民主党前原代表代行らが国会内 で記者会見をし、離党届を提出したと発表しました。まあ、今後合わせて5人の議員で ですね、新党・教育無償化を実現する会、これを結成します前原氏、会見でガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除をめぐり、この国民民主党の執行部が自民、公明両党と協議を進めていることについて、極めて支持率の低い岸田政権との協力を模索する路線だと批判をしました。まあ、その上でで政策本位で野党結集を進め政権 交代の選択肢を作ることが責務だまあ、こういうふうに発言し野党共闘を進めることに意欲を示したといいます、えー、日本維新の会との連携を目指すとみられている前原氏のこの主張ですがこれは相田さんどういうふうにお感じでしょうはい、えー、この対立は、えー、国民民主党の中でトリガー条項 の、えーまあ、凍結解除に重きを置くのか、はい、教育無償化を実現する方に、えー、重きを置くのか、違いだと思います、はい、まあ現状はトリガー条項に重きを置いて、えーえー、与党がそれを飲みつつあるので、国民民主党が予算を賛成したと。はい、ではこれし前原さんは、はい、もし教育無償化を 与党が前向きに進めたら予算を賛成しなかったのかどうかというところは聞いてみたいところですよね。ワンイシュー一つの課題に向けたこの透、ね、明を見ても分かる通り、はい、まあこれに頑張るんだという感じの,この、まあ、非常に何をやりたいか分かりますけど、はい、これってよく言われるのが日本維新の会と同じ考えだと、はい、まあ今回この5人で新しい政党を作るということなんですけれども。 まあこれ今後、くっつくのかなというような感じも見えてはもうすでにいますものね。もなく7時です 今朝のコココメンテーターータはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんです政府は近く示す2025年大阪・関西万博の費用の全体像に関連インフラ整備として会場となる人工島夢島と市街地を結ぶシャトルバスのルートとなる阪神高速淀川左岸線2基整備事業のおよそ2,900億円を含め,る含める検討に入りました。 で政府は別に会場建設費などで合わせて1,620億円の 国費負担がある、まあこういうふうに表明していまして、国費負担の大きさに批判が出る可能性があると言います。まあどんどん膨れ上がる万博費用なんですが、相田さんこれはどうご覧になりますか。はい。ええー、もう確かにまあ輸入物価がまあ上昇して、えー、まあ資材のまあコストが増えた、人手不足があるので賃金がまあ上昇して、はいはい、まあそのコストも増えたということで、まあコストがまあ膨れ上がるのはわかりますけれども、えー、やはりまあまあ万博を推進して来たまあ維新の の会はまあ身を切る改革ということでそれでまあ財源を値するということもあったわけですがそれやはり難しいとまあいうことにまあちょっと気いいいてほしとと思いますすねねそうです、ねはい、えちょっと唱えてることと実際違うんじゃないですかってことですね、はい、どんどん膨れ上がってきてこれ、大きく見たときにこの万博、まあ、例えば建設、まあ、そこにはあの作業の方も、ね、携わるわけで公共事業みたいには捉えることはできるんですか。でできるでしょうけれどもやはり、まあえー 再利用できる部分はありますけれども一時的なイベントというところでなかなかこうそういう分類にするのはなか難しい難しいところがあるというところですね、はい、さてそんな中ですね昨日万博開幕まで500日を迎え前売り入場券の販売が始まりました入場券は原則電子チケットでインターネットの専用サイトから購入します来年10月6日までに購入すれば超早割が適用され大人は1500円割安な6 千円税込みです。六千円となります。万博は再来年二十五年四月十三日から半年間開催されます。万博協会は来場者数を述べ二千八百二十万人と見込んで二千三百万枚の入場券を販売する目標を掲げます。このうち六割の千四百万枚を前売りとしたい考えです。入場券の価格は七千五百円で前売りですと六 千円からとなります、えー。物価水準を考慮しても過去の大阪万博、愛知万博に比べて高めと言います。えー、会場建設費の増額、海外ファビリオンの建設遅れで万博には逆風が吹いていて売れ行きへの影響が懸念されていると言いますが、このチケットの値段っていうのは今六千円とまあ前売り券ですけれども超早割が六千円。まあこれおそらくうこの開催が近づいて 続いててくると、まあ、一般の価格になって円、まあ、こういうふうになっていくわけなんですがえこの値段どうですかどう感じですかさん、はいえー、高いか安いかというのは当然ながら万博の中身がどれだけ魅力的などうかう、ねえー、に関わってくるということですが忘れてはならないのは、えーうん、この万博の開幕までにどれだけ賃金が上昇して景気が回復しているかによってあ、はい、まあこの価格が安いと感じるか、えーえー、高いと感じるか変わってきますので、はい、まあ25年開催ですから。 まあそれまでまあしっかりまあ景気を回復して賃金を上げてまあこれが安いと感じるぐらいにえまあ熱を持ってまあ上げていく必要があるとは思いますこれ昨日もお伝えしましたが例えば今ラジオ機の方、まあ、関東にお住まいの方交通費とか宿泊費もかかりますからね、はい、これにです,、ね、えですからこの60007500円で済むわけでもないのでとなれば今相田さんご指摘の通り、えー、賃金がアップして収入が増えて使えるお金可処分所得も増えてそれであ これぐららいだっっったらちょっと行ってみようよう、ね、なんか世界のね、えー、この状況なんかも分かるんでしょなんていうことになってもらいたいですよね。それどころじゃないよというようなところもね、はい、本当だったらねこの万博行って USJ も行っちゃおうかみたいなグーになれば。はい いいんですもんね,ね、はい、今の感じだと二者択一に <laughs> なっちゃうもしくはいや行きたいけど行けないものっていう方だっているわけですもんね。だ、うん、とすると他の施設を切り詰めなきゃいけなくなってしまう<っ>ということですよね。そう経済効果っていうのは、はい 減ってしまいまいすよね、はいはいまあ、そのあたりですから改めて政府にはしっかりとえ、ねはい、頑張っていただきたいですさて一方札幌市が招致を進める東京オリンピック・パラリンピック2030年34年大会の可能性がともになくなりました IOC 国際オリンピック委員会が開催地を30年はフランス34年はアメリカソルトレイクシティに絞り込んだためです。で38年 もスイスに優先交渉権を与えることが決まりまして9年間続けてきた市の招致活動事実上の白紙撤回を余儀なくされました。 札幌市長は落選の原因について東京オリンピックの汚職でセロンが盛り上がらなかったこと、えコロナ禍で市民との対話ができず開催意義を伝えきれなかったことなどを挙げています。え札幌市が招致を進めるこの東京オリンピックパラリンピック三十八年二千三十八年も厳しくなったというこの状況ですが、相田さんこちらいかがですか。はいえまやはり東京オリンピックがまコロナによってまあ混乱をしていたという苦い経験。 があるといさらに当然ながら、まだパンデミックのリスク、次のパンデミックのリスクというのはなくなっていないわけですから、はい、まあそういうところへの不安というのが大きいんだと思います、はい、さらにまあ景気回復がまだ十分ではない中で、またこういう新たなプロジェクトをえまあ費用としてえまあ増加させるのかというところに対する疑念があるんだと思います。はい まあこうやってねいくつもご紹介している思うにつけやはり経済ったら大事ですね大事ですね経過良ければこういうのも前に進めるわけ、ね、そうですよね、はい、やろうよやろうよって前向き気持ちもね、はい、前向きまあ将来的にそんなに不安もなければ、はいえー、いけるんですもんね、はい、今はだってまたねこの今日の番組の中でもお伝えしましたけれどもいや減税という言葉がある中でもう増税 防衛費の増税なんていうね、税調がこういうふうに唱え始めてると、2025年、26年には、まあ、これはやらざるを得ませんよなんていう発言が出ると、それだけで不安ですもんね、なんだよ、また負担か、はい、こっちはということですからね、えーまあ、こういうニュース、この見るにつけ、聞くにつけですね、なんだか悲しい感じになってきます。ははいい今朝もあなたのの周りの情報を教えてくださいメールは xqtwitter はハッシュタグ、おはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時8分です。文化放送おはようてらちゃん。今朝も8時までお送りしていきます。 時刻7時14分です今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト相田拓司さんですニュースピックアップ今度はこちら読売新聞コップ28開幕日本途上国支援に15億円 コップ28国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議が11月30日、UAE ・アラブ首長国連邦のドバイで開幕しました。日本政府は気候変動で途上国が被る損失

の創設で合意をしましたで今回の COP28 の11月30日の会議ではこの基金の運用方法が議題となり議長国 UAE とドイツがそれぞれ1億ドルおよそ150億円の拠出を表明日本政府の代表は一刻も早く基金の運用が始まることを望むと話し1000万ドルの拠出を制約しましたイギリスとアメリカも支援する考えを明らかにしています COP28 における日本政府の表明ですが、相田さんこれはどうお感じですか。はい、えー、まあこれはま気候変動に関する問題のように見えますけれども、はい、やはりこう安全保障の問題のが大きく絡んでるのだと思います。はい、ま途上国をしっかり支援することで、まあ、中国やロシアなどの見識国。うん からのの、えー、途上国への影響を、えーまあ、軽減しようと、はいまあ、そのためにも、まああまあ、イギリス、アメリカ、まあ、ドイツ、まあ、日本などの先進国もしっかり、まあ、途上国を支援する、まあ、形を見せているんだと思います。はい でこの COP28 ではですねこれまでのこの世界全体の気候変動対策の進捗、進み具合これを評価する初めての機会となりまして各国の対策の強化これにつなげられるかが焦点となるとも言われています。これまでのこの世界全体の気候変動対策の進捗これを評価するということなんですがいやこれ、なかなかあ、まあ、注目でもありますけど。はい 難しい問題でもありますよね、はいえー、やはり、より現実的な、えーまあ、対策にしていこうという軸が動いているんだと思います。これまでどちらかというと理念先行で、はい、一気に気候変動対策を進めていこうとするとやはり、まあ、ある意味生活のコストも上がりますし、はいまあ、途上国の負担も増えるので、えー、よりこう段階的に今気候変動の問題に取り組んでいこうということでより現実的な方向に動いていくんだと思います。そうですね、でこのですけれども UAE ドバイで始まりましたで現状ではですねパリ協定で定めた温暖化ガスの削減目標の達成、まあ、これが困難なのはもう明らかと言われていますで一層の削減努力に加えてこの出てきた排出された CO2 二酸化炭素を回収除去する技術の早期普及、まあ、これが不可欠になるとも言われていますでパリ協定では産業革命の前と比べた世界の気温上昇 これを2度未満に抑え1.5度以下を目指すとしていますで、この1.5度の目標の旗まあ、これは下ろすべきではないけれども最終的に2度以下なら合格点ではないかまあ、こういうふうにも言われているんですこれがまあ本音とも言われていますで、気象災害などの悪化を防ぐためにまあ、今回コップ28では再生可能エネルギー導入量これを3倍に増やしてエネルギー効率の改善率を倍にする目標 で合意を目指すとしています、まあ、しかし、まあ、残念ながらと言いますか何というか、まあ、これは無理というのもあるんでしょうが罰則がないんですね。まあ、実行できるかは各国の取り組み次第だと言われていますで伊藤環境大臣は世界で3倍であり各国に3倍を求めているわけではない、まあ、こういうふうに述べていて、えー、ま必ずしも日本がこれだけ増やす必要はない、まあ、こういう認識もこの示していると言います。で 現行のエネルギーのこの基本計画というのを見てみますと30年の再生エネルギーの発電の容量が21年の倍程度にとどまっていますまあ、これそだからそれすら実現は危ういとも見られていまして導入加速へ国際的な圧力が強まるまあ、可能性もあるとまあ、いうことなかなか言うのは簡単ですけど実際にやるのは かなり難しいものがあると、まあ、そんな中であの明るいニュースもありまして今日本のこの技術の開発ってのは結構進みつつあるとですからこの例えば火力発電所にしても、まあ、石炭を使うような火力発電所でも CO2 を出さないようにアンモニア混ぜてやろうかとか、まあ、こういう実験はどんどん進んできているということですからね、まあ、そのあたりの開発を ぜひとも進めていただいて、はい、まあその実績を待ちたいところではありますね続いてはこちら、日経新聞、少子化対策の財源確保、国民負担率の抑制に的。 実質的な追加負担は生じさせないと説明してきた少子化対策の財源めぐって政府は社会保障の負担割合を示す国民負担率を指標とする方針です少子化対策の財源医療や介護といった社会保障の歳出改革既存予算の活用社会保険料に上乗せして集める支援金制度まあ、これが柱になると言います岸田総理財源に ついてかねてから歳出改革などの取り組みを徹底するこのことによって実質的に追加負担を生じさせないと話してきましたまあ、そして先月28日の参議院予算委員会で岸田総理は賃上げと歳出改革によって社会保障にかかる国民負担率の軽減効果を生じさせその範囲内で資金の支援金の制度を構築するまあ、このように発言していますで国 国民負担率一般的に税金のほか年金ですとか医療など社会保険保障負担の合計額まあ、これが国民所得に占める割合を国民負担率と言っていますで社会保障の負担は医療費の増加などで伸びますがまあ、それを上回るペースで国民所得が伸びればですね負担率は上がりにくくなるわけです日経新聞支援金制度の創設に伴って保険料に上 のせしても物価上昇の局面で賃金も上がり続ければ負担はこの増えていないと説明しやすくなると書いてありますで総理がこの少子化対策の強化に関して追加負担これを許容することに含みを持たせ始めたとも取れるまあ、こう報じています少子化対策の財源めぐって政府は社会保障の負担割合を示す国民負担率を指標と する方針だというんですが、これは相田さんどうですか。はい。まあ現在、まあ税と社会保障をまあ合計したまあ国民の負担率はこの35年で倍になっていて、まあ相当まあ重い負担になっています。やはりこういうまあ政府の情報発信の仕方はまあどうもこう騙してるんではないかということでやはり国民のまあ支持が得られないまあ理由なんだというふうに思います。実際にはまあ保険料を含めて負担額自体を 増加しさせませんと、ね、まあいうところまでコミットメントしないとなかなかあ<ー>、まあ、国民の理解は得られないいんだと思います、はいまあ、今もお伝えしましたけれども岸田総理はかねてですね歳出改革などの取り組みを徹底するとでこ,の、えー、このことによって実質的な追加負担を生じさせない、まあ語ってきました。でえーまあ、この2 この追加負担というのは額なのか率なのか、まあ、これが曖昧だったと言われていたんですね。で、まあ、11月28日の参議院の予算委員会で総理は従来よりも具体的に説明をしたということなんですね。まあ、これは支援金制度が国民の負担増にならないかを問われて賃上げと歳出改革によって社会保障にかかる国民負担率の軽減効果を生じさせその範囲内でこの支援金制度を構築する。これ 先ほどお伝えした通おり、まあ、こういうふうに言ったということなんですけども、まあ、この少子化対策の財源確保する支援金制度医療保険料に上乗せして集める仕組みこれを想定していますがこれは改めてどうですか。はい はい、国債でやってくださいと。ああ国債ですね、はい。まあこれはで、えー、少子化対策っていうのは未来への投資ですから、はい、まあこれはまあ国債で、はい、ええー、まあやってもらうのが一番いいんですが、はい、ええー、もしまあ国民負担率をええー、まあ増加させない。 という形で額自体負担額自体を増やすのであればまあ逆にコミットメントすべきは国民負担率は下げますとそれぐらいに賃金を含めたまあ景気を回復させていきますとえある意味、国民負担率を上げないのではなくて下げるので。 まあ、額自体は少し増えても、まあ、景気はそれ以上賃金もそれ以上、はい、まあ、よくしていきますので。というコミットであれば、<ー>国民は納得するかもしれませんね。ねその方が、なんかね、明るさが出てきますよね。はいはい、下がるんだと、はい、僕たちの、この負担が、っていうだ、はい、だったら。だったらいいか、っていう風になりますもんね。えー、そこにもうコミットすべきですよね。そうですね。はい、えー、でも、そのコミットは、今のところないですよね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと小声になりましたけど、今のところないですよね。今とこないですね。はい、将来的にはどうなんでしょうね。うん、まあここはそういうコミットメントを大きくますべき時だとは思います。えー、まああの一部勇気は出してるわけでしょ。岸田総理は。はい、ううですね、まあ税収、えー、あのえ景、ー、気回復による税収増を減税してしまうということは、はい、今までの政権には到底できなかったことをやるわけですから。はい。まあこういうところもどんどん前に進んでいってもらいたいですね。えー による姿勢を見せることによって支出を回復させるという、はい、まあ普通の方向にいってほしいと思いますねまあこういうのもなんですけどね、一市民が言うのも一、はい、つできたんだから二つも三つもやってくださいよって言いたいですよね、はい、岸田総理には。続いてはこちら、日本経済新聞原油追加減産を協議。 主要産油国で構成するオペックプラス。三十日、閣僚級会合オンラインで開きました。二千二十四年の原油生産方針について、現行の協調減産を維持した上で、一部の国が自主的に減産することを決めています。で削減規模、日量、全部で、およそ二百二十万バレルとなる見込みです。で会合前は、追加のこの協調減産で合意する可能性。を 指摘する報道もあったんですが、まあ、実際はですね、まあ、これ新しい情報で見送られたと言います。えー、一部の加盟国が反対したとみられます。えー、追加の協調減産が見送られたということなんですけれども、相田さんこれはどう見ればよろしいでしょう。はい、えー、まやはりま脱炭素という動きがあり、はい、あ化石燃料へのえま依存を一気に減らして行こうとこれまではやはりこう世界的に動きがあったと。はい、しかし現実的に一気に化石燃料の動け まあ依存を減らすことはできないので、まあ、順次こう、えー、依存を減らしていきましょうというより現実的な方向に意見が動いてきています。と、はい、なるとここで、えー、追加減産を大きくやって、えー、原油価格が高騰してしまうとまだ一気に 化石燃料は依存しないようにしましょうという流れに行ってしまうので、はい、そこのバランスをこう見ている動きではないかと思いますそういうことなんですね、まあ、会合当初ですね二十六日に開かれる予定だったんですが原油価格を下支えしようと追加減債を目指すサウジアラビアに対してアフリカの一部の国が難色を示したと伝えられ会合がこれ珍しいんですが三十日に延期されていましたで、会合の結果オペックプラスとしては追加減 で合意はできませんでした現状のこの強調減産の規模を維持することを決めたといいますで一方サウジアラビアイラクなど複数の加盟国が来年1月から3月末まで1日あたり合わせて220万バレルの自主的な追加減産に踏み切ると明らかにしましたこのうちサウジが1日あたり100万バレルロシアが1日あたり50万バレルの追加減産を行うなどとして ています。ま原油価格、世界経済の減速懸念などを背景に下落傾向となっています。で、この先物価格を見てみますと、9月下旬に1年1ヶ月ぶりの高値となる1バレル95ドル台、まあ、これをつけたわけなんですが、その後下落に転じていました。そして景気後退へのこの懸念に加えて、OPEC プラスの減産を非オペックプラス諸国の増産が打ち消しているため。 だと言われています、えー、サウジアラビアのこの財政を均衡させる原油価格1バレル85.8ドルとされています、えー、原油価格の下落を懸念するサウジアラビアが加盟国に2024年の追加減産を求めているのに対しアフリカ諸国などが反発をしているということですが改めて相田さんいかがですかはい、えー。やはりアフリカ諸国などは、えー、まあ、食料価格の上昇などもありまして、えー、やはりこの原油、えー、価格 原油への資金の依存というのを、まだ大きいということがあります。はい、となると、減産をして、価格が上がって、それ以上に原油の購入が落ちてしまえば、これ、減収になってしまいますから、やはりアフリカ諸国は現状、食料を含めた輸入物価の上昇に苦しんでいるので、なかなかこ飲めないところなんだとは思います、はい、続いてはこちら、日経新聞。 NTT 法2025年をめどに廃止自民党プロジェクトチームの最終案自民党の NTT 法のあり方に関するプロジェクトチームがまとめた提言の最終案が分かりました。外外資規制を強化する法法改正などが ntt 廃止の条件になると明記し、廃止時期については、2025年の通常国会を目どと表現しているといいます。政府保有株の売却について、ぜひは別途、政策的な判断に委ねるのが妥当と記載し、方向性を出さなかったということです。この NTT 法の廃止をめぐる動きですが、相田さん、これはいかがですか？はいまあ、これは、二つの意見が対立していると、はいまあ、NTT 法。えー NTT はまあ社会の重要なインフラをまあ担っていますから、まあこれ安全保障の意味合いでもまあ普通の一企業として扱って良いのかという議論があります。一方で NTT もまあこれ子企業なわけですから、まあ一子企業にまあそこまで安全保障の負担を背負わせて良いのかというまあ二つの意見があるわけですね。このバランスを取るためにまあ外資規制をまあ強化をして、まあ NTT がまあある意味で 海外に支配されないようにしながら、はい、ええー、まあ NTT の負担をまあ減らす減らす、または政府の関与をまあ減らしていくというこうバランスをどこで取るのかというところを今、ええー、まああ見てるところだと思いますね、はい。まあこの最終案、外為法と電気通信事業法の改正、まあこれを条件に挙げています。で、外国人の役員登用の要件の緩和、あと外資規制の補強などの措置を講じ次第、NTT 法廃止に取り掛かるようう。 訴えたと言います、まあ、これ一 一方で、ですねこの NTT 法の廃止について、KDDI など競合3社は、NTT 法の廃止で、NTT 東日本と NTT 西日本、NTT ドコモの統合が可能になると懸念して、競争が阻害される、まあ、こういうふうに反発をしていると、日経新聞には出てるんですが、まあ、この NTT 法の廃止に、KDDI など、競合3社が反発をしていると、これはどうご覧になりますか。 はい、まあこ,れえー、ここ難しい問題でして、エンティティ法改正をして、えー、やはりこれ政府の、えー、保有株を売却できれば、はい、まあ当然、防衛財源を含めて、増税をしなくてもよくなる可能性もあるということで、まあ、廃止の方に向かってますけれども、えー、そうしますと、当然ながらこういう,こう競争の問題というのが発生すると、はいえー、さらに今、いろいろコロナ後に、えーまあ、大企業の河川による、まあ、ちょっと 談合的な動きみたいなのも問題になっていますので、ねえーまあ、そういうところの競争がしっかり担保されて国民生活が脅かされないかというところはしっかり論じるべきだとは思いますそこのあたりはこれでもねだからいろんなところのバランスをとって安全保障も大事ですよと、はい、だけれどもあの、まあ、この他の3つの会社がね何かこうちょっと。 反論してるよっていうところ、うまくバランスって取れるもんなんでしょうかね。うん、か難しいところですよね。はい、時刻七時三十三分です。 時刻7時34分です今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミストアイダー拓司さんですアメリカの中央銀行にあたる FRB はアメリカの全体的な経済活動について減速したとの見方を示し景気判断を下方修正しました FRB は前回緩やかな経済成長が続いているまあ、こうしましたが今回景気判断を下方修正しましたこれはどうご覧になります はいえー、これまでアメリカは金利が大きく上昇しても、なかなか景気は減速してこないという、はいえー、形でした、えー、まあこれは2つありまして、1つは、えー、コロナ後の財政拡大などによって、まあ、家計に資金がぐんといっぱい入ってきて、はい、まあそれが、えーまあ、使われることによって景気を支えたということ、もう1つは金利が上がっても、まあ、固定金利で借りてる部分があるので、なかなかその<ー>リファイナンスですね、借り換えが来ないので、はい、高い金利の悪影響を受けてなかった、えー、ま企業も家計も多かったということで。はい ただ現状は家計に溜まっていた資金も使い尽くしてそれだんだんこう借り換えが進んできて今度は高金利で借り換えなきゃいけなくなることによってえまあ企業の投資ですとかまあ住宅投資もさらにこう減速をしていくということでまあだんだんこう景気には減速圧力がかかってきているんだと思います FRB、はい、FR 記録的なインフレを抑え込むため去年3月以降ですね利上げなどの金融引き締めを続けてきました。しかしか11月に入って雇用や物価などインフレの の低下を示す経済指標が相次いで、えー、今回の経済報告でも景気判断が下方修正されましたまあ、さらに物価は依然として高止まりしているものの上昇傾向各地区で緩やかになっていると指摘しています、まあ、これ10月のアメリカの個人消費支出の物価指数というのが出まして前の年の同じ月と比べ3.0%上昇してるんですね、はい、えー、えー、ただ上昇率は前の月を0.4ポイントしたま なっていてインフレの低下傾向を示したまあこういう数字も出てきてるんですねはいそういうことですね、えー、はいはいで市場では FRB が今月に開く会合でも利上げを見送り来年には利下げに転じるという観測が広がっていますけれどもこのあたりはいかがですかはい、えー、この物価上昇率はまあ前年比で見るとまだ3%で、はい、まあ2%台の目標 FRB の目標が待ってるんですけれども、はい、前月比で見るとまあだんだんこう0.2%という数が出始めている 0.2というのは前月比で、大体12倍してもまあ2%台ぐらいですから、前月比で0.2という数字がだんだん出てきているので、f r e もだんだん分割というのは2、2%台に向かって安定してきているという判断によって、利上げを見送りと。 そして今、かなり高い金利ですので、一旦景気が減速していくと、この高い金利の水準が景気をこうさらに悪化されて、ハードランディング的な形になってしまうのは、やはりこれ、FRB も避けたいでしょうから、できるだけまあ早く今度は。 利下げをして、えー、え、まあ景気に中立的な水準まで、ええー、まあ金利を下げていくという動きにも来年後半には入ってくるんじゃないかと思います。はあ、そう見るんですね。いやあのね、零点二パーセントなんだそれだけみたいに思うけど、それ十二かけるってことなんですね。はい、年率換算していくと、はい、そうするとまあ二パーセント台になるというそういうことなんですね。これでもアメリカが利下げに転じた場合、日本どういう影響出ますか。円高。円高ですね。すやまあ円安の問題ありましたけれども、はい、別に日銀が利上げをしなくても、うん FRB の利上げが止まって、今度、利下げに転じてくれば、これ、円高圧力になるわけですから、日銀、わざわざ利上げをして、ただでも弱い民間内需をさらに押し下げるなんてことはする必要はないわけです万が一、日銀が利上げをして、その後にアメリカ経済が大きく減速して、FRB の強い利下げなんか起こってしまうと、今度は一気に円高に来て。 また日本がデフレに戻るとか賃金も上がらなくなるというところに戻りかねないので、まあ日銀にはまあ冷静な判断を求めたいと思います、はいはい。具体的にはこのままこのままということですね。はい、さてもう一つ中国景気の回復力が弱いという記事が日経にあります。11月の製造業購買担当者景気指数 P.M.I.49.4 と10月から0.1ポイント低下、好不調の境目である50を2ヶ月連続で下回っ ありました不動産市場低迷えー、まあ内需ですねこういう加えて海外からの新規の受注指数悪化するなど外需も景気回復の足を引っ張っていると言います中国経済の現状これ相田さんどうご覧になりますかはいまだ苦しい状況が続いていると思いますはいまあ一つはやはりまあ、えー、外資の投資が引っ込んでいると、はい、やはり中国には政治リスクがあるというのがや一般的なまあ外資の考え方になっているので、えー、まあ外資の新規投資が、えー、まあ衰えるだけでは なくて、はい、中国国内からの撤退というのも増え始めているというところで、まあ、外資の投資が衰えている。えー、もう一つは、不動産、まあ、バブルがある意味で公開、まあ、しつつある中で、えー、内需の拡大がままならないと。まあ、この二つの問題をまだ抱えているので、まだ苦しい状態だと思います。まだ苦しい状態。はい、時刻七時三十九分です。この後は、武田哲也、今朝の三枚おろしです。 今朝のコメンテーターはクレディアグリコル証券チーフエコノミスト愛田拓司さんですウクライナのゼレンスキー大統領ロシアとの停戦についてロシア軍が全ての領土から退くことが前提との立場を強調しました戦闘が膠着する中アメリカヨーロッパなど一部には停戦を促す声も出始めていますが交渉には応じない姿勢を改めて鮮明にした形です停戦はロシア撤退が前提 でまあ、この立場を強調したゼレンスキー大統領ですがこれは相田さんどうご覧になりますか、はいまあ、当然、ウクライナは停、まあ、戦はロシアの撤退が前提という立場でしょうけれども、はい、まあ当然、ウクライナを支援する、えー、まあ自由民主国も一部でもロシアの支配をめでし、はい、認めてしまいますと、はい、まあ力による、えー、まあ現状変更あ<ー>えまあ国境の変更というのを認めてしまうことになるので、はい、まあなかなか飲めないですので停、まあ、戦交渉というのは相当難しいと思います。そうですね いろいろとこうやはりこう、ね、戦闘状態は早く収まってもらいたいというのはありますけれども。 難しいですね,ですねこれはねはい、はい、で一方ですね閉幕したナ a t o 北大西洋条約機構の外務大臣外相理事会では去年5月に加盟申請をした北欧スウェーデンを正式な加盟国として迎えることができませんでした加盟31位の国のうちトルコとハンガリーの批准これが完了しなかったためで加盟国の間にはウクライナ戦争の長期化ロ ロシアの脅威増大、これをですねえ睨んで焦燥感も漂いつつあると言います。まあこれトルコが土壇場で抵抗したということのようなんですけれども、えー、スウェーデン正式な加盟国としては、えー、現在まだあ批准されていないということですね。はいそういうことですね。えーはい、まあやに NATO 三十一カ国のうちまあトルコとハンガリーというのはどちらかというと自由民主主義とまあ権威主義の中間のような位置づけのような国ですので。 まあ当然、なかなかこう一枚岩になりきれないということと、やはりスウェーデンというところ、とても人権意識の強い国ですので、トルコなどは、特にクルド人の問題などもあって、人権問題でスウェーデンから相当批判されたというまあ経緯もあり、今回、なかなかうまくいかなかったんだと思いますもともとトルコのエルダーン大統領がスウェーデンの中に、少数民族、クルド人の非合法、武装組織、こ,この要人がねまあ亡命という形で、 でいるこれ、おかしいじゃないかというところで、まあ、反対していてでその後、ですねスウェーデンも努力してトルコの要請を受けてテロ対策を強化しあとトルコとこのテロ対策をめぐる閣僚級会合毎年開催するなんていう約束してでそこでトルコもあじゃあ OK するかとなっていたんですけれどもまたあここで渋、えー、り始めたというようなことにつながっているようですから。 もう一つのこのまあ政治カードとしてね、はいはい、トルコはこのあたりはしたたかですものねこれも状況がこの後注目されるという状況ですねはい、今朝のコメンテーターは相田拓司さんでした相田さんまた来年もよろしくお願いいたします今年もお世話になりましたこの後はお隣さんをお送りしますおはよう寺ちゃんまた来週です今日もいい一日になりますように